はい、こんばんは。最初リバーサイド、1月30日火曜日、おたなクラブの時間でございます。今日はですねご紹介したいのはこちらでございます。はい、多目的クレンザーこれがですね、まあ、しつこい汚れを削ぎ落とす、まあ、このようなね、キッチン用のスポンジを使いまして、中はですね、もうこんな感じですね。はい、あの車のコンパウンドのちょっとまあ粗いかなっていうやつがアイスクリーム状に入ってるんですけど、食べないでくださいね。でこれをちょっと取ってですね、しかしで磨くとですね、ギターさんがピカピカになるんですね。びっくりするぐらいピカピカになるんですね。でそのピカピカ加減が、あのちなみにこういう感じになります。はい、はい、こういう感じのピカピカ加減になります。これわかります？あのギターって塗装が薄い方が音がいいんですよね。あの本来だったら塗装してないのが一番音がいいんですけどあのそんなことしちゃうと、あの湿気吸ったりね、湿気吐いたりでね、まあ、ギターのコンディションが整わないのと、やはりあのある程度、ね、耐久性を持たせなきゃいけないんで、まあ塗装がしてあるわけですよ。しょうがなくねでまあ最初はまあ厚めになってるわけですよ。で使っていくうちにあのこういうとこが剥げてきたりね、こういうとこが剥げてきたりするわけです。まあアバタモエクボってやつですかねね、なんで僕が使うとこうなっちゃうのかなって思うんですけど、すっごいギターピカピカで、このギター使ってるのと思う方もいるんですけど、僕のギターはあからさまに、あ、使ってるなっていうふうに、思えるギターです。はい、なんですけど、どんなにボロくてもきちっとメンテナンスが行き届いたギターじゃないとやっぱりプロフェッショナルじゃないんですよね。こちらのね、ヤマハの、NCX5 なんですが、この部分にね、そんなに全然目立たないと思うんですけど、あのめくれができちゃってるんですよ。これ何をやっちゃったかって言ったんですよね。まあ、ゆっくりやりますね。こういう、ってやった時に、ここピックでバーンってやっちゃったんですね。はい。これちなみにあのフラメンコ系のギタリストがやりがちです。ここバーン、バーン。で、ここにね、くぼみができちゃった。埋めようかなと思ったんですけど、まあそれもどうかなと思ってこのままにしたら、もうこれ もうピカピカです。ピカピカ、このなんていうのかな、このそのピアノ仕上げみたいなピカピカさじゃないところがギターの良さというか、ヤマハさんのは結構最初ピアノ仕上げっぽくなってるんですけど、どうしても持ち運んだりね、まあ演奏中にガッてやったら、あの譜面台に当たっちゃったとか、まあ、いろんな理由で傷がついていくわけですよ。だからといってそれを諦めないで、丁寧にこちらの多目的クレンザーを
使ってふきふきするわけです。ちなみにですね、こういったタイプのチューブに入ってるコンパウンド、はい、まあ某社のですね、これより圧倒的にこっちの方がコストパフォーマンス高いです。110円でどれぐらい入ってるのかな、これ150グラム入ってます。はい、150グラム、これはしばらく使えるでしょうっていう、あのこれ靴磨いたりするのにもいいですよね。で、私はスニーカー履かないんで、あの革靴ばっかりなんで、あの革靴特にまあドクターマーチンばっかりなんですけど、表面をこう一回荒らしてからね、こうクレンジングオイルみたいなのを染み込ませていくとしっとりといい感じになるわけですよ。本当ですよ、はい、でまあこういうマイクなんかもね、まあピカピカな方がいいじゃないですか。ピカ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 、ね、自分の使うものはやっぱり綺麗にこうピカ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 ね、せっかくこんなに美しいマイクなので、ピカ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 、うん、かっこいい。というわけで今回ご紹介したのは、150g いる、しつこい汚れを削ぎ落とす、磨いてすっきり保ってクレンザーでした。はい、すいません、最近全然ロネタがなくて、干からびております。なんでこんなに女性がないのか、おじいちゃんだからかな。年はとっても恋はしたいもんでございますけどね、はい、全くご縁がございません。そんなわけで、1月30日、おたらクラブでした。それではまたお会いいたしましょう。ギタリストの竹下敦でした。はい。はい。はい、はい、はい。